小林明9月半ばに肋骨不全骨折、仙骨圧迫骨折の重傷を負うも、大阪市内で男気、能登復興支援募金活動歌手で俳優の小林明85が9月半ばに転倒して肋骨不全骨折、仙骨圧迫骨折の重傷を負っていたことを24日、明かした。不死身のマイトガイはこの日、大阪市内で震災。 洪水に見舞われた能登復興支援の募金活動に参加。元気なら能登だろうと輪島だろうと金沢だろうと走り回ってやるのは何ともないけど今は行けって言われたら腰が痛いと苦笑しながらも非常に募金を呼びかけた。写真小林晃、西田敏行さんは大したもんだ。小林によると大けがを負ったのは9月半ば。 2階から11段の階段を踏み外して転がり落っこって3回転。無意識に受け身を取ってたけど、あばらに2本ばかりひびが入って、座骨を少しおかしくした。さらにその後も、約20キロの水が入った容器を持ち上げようとして取っ手が外れ、後ろにひっくり返って仙骨を圧迫骨折、したという。整形の先生が、ここにひび入ってます、ここが欠けてますねって。 治すにはセメントで固めるとか注射を打つとかとんでもねえことばっか言うんでねそんなことされたらこっちは動きが取れなくなるから冷やしてシップ貼って治しますよって今も胴巻きコルセットしたまんま1ヶ月も経ったら治るかと思ったら圧迫骨折